おとき、思考よれ。なに、ヘリコ。炭水化物祭りしたいんよ。無性に炭水化物が食べたい。どういうこと？いいから、つべこべ言わずに買ってきてちょ。ええやだよ、外暑いもん。買ってきてくれる？へえ、行ってきまーす。買ってまいりました、ヘギコ様。よろしい。何買ってきたん？うどん、カレー、ラーメン、おにぎり、スパゲッティ、海苔弁、オムライス、焼きそばとか。おお、パラダイスでしょ。ちょい、大事なものが中よ。私が愛してやまない、醤油おこわ、通称長岡赤飯がない？え、自分で買ってきてよ。今すぐ準備しまーす。あざ。とりまその間に私の愛する長岡赤飯の説明しとくねー。へぇ。農林水産庁のうちの郷土料理によると、長岡市に伝わる醤油おこわは、うんうん。醤油で色付けしたおこわ、ふっくらと炊き上げた金時豆が入っているのが特徴。うんうんうん。赤飯のように赤い色でなくて、醤油で茶色になってるんよねー。赤くない赤飯、おもろいよね。そよね。赤飯と同じで、祝いごとに食べることはもちろん、日常食として食べられてるんよ。ここで、おとき簡単クッキングスタート。特急でよろ。合点で4人分の材料紹介するねー。もち米2合、金時豆 20g、白ごま適量。うむ。調味料1、みりん大さじ2分の1、醤油大さじ2分の1。調味料2、だし 80ml、醤油大さじ2、みりん大さじ2。うむうむ。調理スタート。もち米は洗い、一晩水に。その後、ざるにあげ、水気を切る。金時豆、一晩水に。その後、ざるにあげ、15分ぐらい煮る。調味料1を入れさらに5分ほど煮る。水分を切っておく。ブツブツ。蒸し器で強火で20分間蒸す。ブツブツブツ。次は、もち米を蒸すよう。湯が沸騰してから、絞った蒸し布の上に、もち米を入れ平らに広げ、蒸し布で包むように覆う。蒸し上がったもち米をボウルに、調味料2をかけ、よく混ぜる。え、蒸し器へ、金時豆を上に、10分間蒸す。後で白ごまをかけて完成。ドドドド。うまく説明できたでしょう。私は今すぐに炭水化物パーティーがしたいのよ。ちゃんとしないと芯が残るし、ふっくらもちもち感が出ない。おとき、耳を貸しなせー。へえ、わらわは今欲しいのじゃ、わかるかえ？ブルブルブル。わあ買ったから、じゃあ長岡まで買いに行こう。しょうがないなあ、その策としよう。私は雪の車で炭水化物パーティーしてるから。へえ、お姫様。ドドン、蔵王橋到着。食べすぎて寝てた。むにゃむにゃ。え、ヘギコが寝ぼけている。今がチャンス。むにゃむにゃ。姫が起きる前に、蔵王橋の説明すんねー。はい。蔵王橋は長岡市の信濃川に架かる、橋長 808.0m、幅員 12.5m の橋で、すやすや。橋の形式は11景観連続3連箱桁4。むにゃむにゃ。名前の由来は、この辺に幕府領、蔵王村があったんよ。ヘギコ、もう食えない。え、寝言？蔵王道場とかもあったことから、蔵王橋と命名されたんよ。初代の橋は1958年、昭和33年に竣工され、日清食品が世界初のインスタントラーメン、チキンラーメン発売。はっきりした寝言ねー。現在の橋は1994年11月竣工。2車線で両側には広い歩道があるよん。ソニーコンピュータエンタテインメントが、プレイステーションを日本で発売。どんな夢見てるん？こわこわこわ、ちな、旧蔵王橋を使いながら、新蔵王橋を作ったから、こう描く形で両端の道路に接しているよん。よし、とりま説明終わり、姫が起きる前に移動しなきゃ。到着、刈谷田防災公園、道の駅、パテオ新潟、ヘギコ起きてー。むにゃむにゃ。江戸時代の直轄領土で、チキンラーメン食べながらプレステしている夢見た。あははは、どんな夢なん、それ。長岡赤飯到着したん、鳥間、ここの説明よろ。
り。道の駅パティオ新潟は、見附市今町にある道の駅で、2013年に開業。ふむふむ、地元の丘の農産物、加工品、地元の菓子類特産品の販売を行っている、産直マルシェ兼健康メッケ。ほう、健康を意識した郷土料理の農家レストラン、もみの木などがあるんよ。やば。美意識だか、うまうまだね。うまうまよ。あとは平成16年7月新潟福島豪雨、刈谷田川の水害状況の写真が展示されている防災アーカイブ。大事よねー。あとあと、バーベキュー可能なデイキャンプ場もあるんよ。めちゃくちゃ施設あるんだね。すご、おうよ、すごいっしょ。つか、私が、愛する長岡赤飯は、どこじゃ？へえ、ここです。ここにあります。あったあった。あ、五目おこわもあるねー。ってことで、炭水化物祭り、第2ラウンドスタート。え、トリマ、あそこのベンチ行こう。ささ、姫様。準備完了でございます。うむ、うまうま、姫、それはよろしゅうございました。あ、サラダも売っていたねー。トリマ、ダッシュよろ。へえ、姫。ご所望のものをお持ちしました。よきよき、私のお酒はどこじゃ？え？トリマ、ダッシュよろ。はい、こちらに。よきよき、私のスイーツはどこじゃ？え？よき、乾き物。よき、酒。はい、こちらに。ぐはははは、満足じゃ。お気に召せば、私の喜びでございまする。食べ飲みすぎた。代わりにトイレに行ってたもれ。え貴殿は、わらわの願いが聞けぬというのか？はい、姫。行ってまいりました。うむ、まだすっきりしない。ちゃんとしっかりしてきたのか？へえ、しっかりと。そうか、私の思い違いか。テイク&テイクより、ギブ&ギブの方がいい夢見れるよねー。ご視聴ありがとうございました。